久しぶりです、アラハム物語ということで、今回はですね、もうすぐクリスマスということで、なんと僕たち今回のクリスマスはディズニーランドに行くことになりました。俺さ、ディズニーランドさ、何回か行ったことあるんだけどさ、家族限定ないじゃない、友達もないし、友達と行ったのは1回か。ディズニーといえば双子コーデ。そう、あ、違う、カップルコーデか。で、俺たちさ、カップルコーデしたことないね、まだないね。てか、お揃いの服とかも持ってなくって、この前初めてユニクロでミッキーのトレーナー履いて、あー、はい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 、見せたコーデとかも全然しないし、でもせっかくディズニー行くから全身揃えたい。いい加減で揃えたいっていうね、ダブルハムになりたいんで。じゃあ早速、僕たちが結構いろいろ悩んで決めた双子コーデを今日は紹介していきたいと思います。じゃじゃーん、じゃじゃーん。まあシンプルですね。メインは黒のダウン、ズボンがスウェット。これのいいところって、このインナーとズボン変えたらおそろコーデになると着回しもできるし、一回きりだったらもったいないしね、着るのもそれでいいかもしれんけど。お気に入り、お気に入り。めっちゃあったかいしね、このダウン。ちなみにこのダウンはライト、ライトのレディースとメンズ、ちょっとデザインは違うんですけど、ジャックンチャックとかね。でまあ中のやつはお互い持ってた。これ僕ユニクロで、じゃあこれ B ちゃんデブです。でスウェットが私のが GU でユニクロです。まあところどころ違うけど、今は履いてないんですけど、靴もおそろいです。スタンスミスのスニーカーを履きます。ポン、ポン。はい、ということで、あと何日、明後日じゃない、明後日じゃ、え、待って、明後日はまだ金曜日、しあさってだ、しあさっての朝一出発ディズニー&東京観光。来年はどうする？来年は、うん、変わったクリスマス過ごしたい。変わったクリスマスって何？なんかあんまり、それみたいな、山登りとか。あ、それはちょっと癖が強すぎるけど。じゃあなんか変わったクリスマスの過ごし方ある方はコメント欄の方に書いてみてください。それからなんかリクエストとかあったらね、来年やるかもしれないんで。ということで皆さん、クリスマス恋人がいる人も恋人がいない人も素敵なクリスマスをお過ごしくださいませ。本日はありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。